この訓練は避難所における感染対策などの課題を見つけ、今後の防災計画に役立てようと行われました。訓練では北海道科学大学の学生や地域の住民およそ40人が参加し、テントや段ボールベッドの組み立てなどを体験しました。どう動けばいいのかが分からなくて、なんかちょっと戸惑っちゃった部分はあったかなと思います。初めてだったんですけど、結構指示されないと動けなかったり、意外とこれ実際に避難するってなった時に動けないなと思いました。このほか医療系と工学部の学生らが環境測定も行いました。大学では調査結果を蓄積し、災害に備えたいとしています。